権利と自由運動は、ブルガリアの政党。ブルガリア国内の少数民族である、トルコ人による、中道政党である。議長は1990年の決闘時から、アフメトドアンが務めていたが、2013年1月の、党大会でリュトビメスタンに、ク首の座を譲り、自身は名誉党首の職に就いた。2002年には自由主義インターナショナルに加盟している。また、 自党を自由主義政党、自党をフィンランドにおける少数民族である、スウェーデン人を代表している、スウェーデン人民党のような政党と規定している。2013年1月19日、党大会で、ドアン党首が演説中、演壇に上がったブルガリア席トルコ人の男に銃を突きつけられる事件があった。2021年大統領選挙に出馬したムスタファ。 カラダイ投手は11月14日の第1回目投票で11.57%を得票し3位にとどまり、決戦投票には進めず敗退した。ブルガリア月報、2013年1月号。在ブルガリア日本大使館、2013年6月1日閲覧。投手に銃突きつけるブルガリアで大会中。共同通信。 h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 1 3 0 1 c n 2 0 1 3 0 1 2 0 1 0 0 1 5 2 7 h t m l 2 0 1 3年1月20日閲覧4 9 4 1 2 2 8 2ニュース b g h t t p s n e w s b g ポリティックス、オカンカテルのロデブ S-49 から41アイジャード事故ブ S-22 から82オティバットナバロータズ HTML2021 年11月17日閲覧ありがとうございます